ハートのボタンを押してフォローを押してまた来るのだ。いっぱい来るのだ。あ、この花火ってもしかしてあれなんだ、ギフトじゃないのかな。なんか自動でなんか何分おきに1回とかあるのかな。ボン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 みたいな。うん、今日はピンクだね。ピンクだよ、ピンクマン。でもちょっとくすんでるこのピンク。マンショーさん、クマありがとう。クマーン。そう、今日はねちょっとねアレルギー系の話をしようかなと思っておりますので、そう、トランプ何がいいかな。やだな、いや、やめよう。お話なんかの花火っぽいイラスト、これ確かさ使えるようになったんだよね。使えるわ、よし。どうしたの？え？すごくない？なんか急にいっぱい上がるようになった。バン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 とかあるのこれ。うわ、花火大会の時間の花火がいっぱいで、今日は花火大会にやってきたって感じだね。テラーン、テラララ、あ、どんなんだっけ、なんかテラーンっていうやつあるじゃん、花火大会でよく流れるテラーンみたいなやつ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったな。いっぱい花火上がってる。ジャーギャー花火、上から見るか下から見るか。そう、え、わかるん？チャーラーンみたいなやつあるじゃん、笛の音みたいなやつで。ピーラー、聞いたことない。嘘だ、絶対あるよ。みんなみんながね、あのね、思い出せないだけでね、絶対あると思う。うち帰るの、バブちゃん。うん、笛笛、え、嘘だ絶対聞いたことある笛の音でさ、ピャーラーっていうふっくりてる音がするやつ、ピャーラーチャララチャラーみたいなやつ絶対絶対全国共通だって。そんなことはないよ、絶対全国共通だって笛の音です。お祭りの音楽だよ。お祭りの音楽と言ったらじゃあみんな何なの。ひなはその音楽だよ、じゃあやえ、ちょっと待ってよ、なんでなんでみんなピンとこないの。絶対に知ってるんだって。わからん、なんでだ、なんでわからないの。そう、え、なになになに、怖いよ、ほんとみんなやめて。お祭りの音楽これ思い浮かばないの、ちょっと怖すぎるけん。ちょっとあのタワーが来たので行きますね。さっきーさん、なんだこのなんかあの花火の筒みたいなやつにクマがパンってなってるやつ、ありがとうクマ。あのペンはどちらに行かれたんですかね。定期的にペンがなくなるんですけれども、はい、あ、ここに刺さってましたね。今日は花火を描いていきます。
今日花火のイラスト見たわ。そういえばなんか街を歩いていたらめちゃめちゃうまくって、そのイラストがわあ花火が上がってるわーと思ってみた。イラスト上手い人羨ましいな。なんかなんか描きたいな。ヨーヨーか、ヨーヨーか。ヨーヨーと金魚すくいの金。キラキラ。あ、タワーありがとう。書いてねえよ。要因がすごい。はい。はい、キンさん。タワー、ありがとうでーす。さあ、もやー。クマ。ありがとう。くしゃみの余韻が今日は激しかった。ツイッターにあれしようかな、今日はシェアしようかなーと。ちっとちっと、あれ、アレルギー検査結果。よし。うん。ちっちゃいのこたん。おたおた。ちっちゃん。ちっちゃんこっちおいでよ。ちっちゃんこっちおいでよ。ちゅんちゅん。ちっちゃん。もふもふだね。もふもふ。どうしたの？なんかそっちある？ちっちゃん。くしゅうさんは。このうわー出てきた。ソファーの下に今います。なぜかソファーが好きみたい。ソファーの下がね結構よくおる。暗いところがね好きなんですよね、うさぎさん。はい、うん、まあいつかねこのここに乗ってくると思います。かまってよって。お、出てきた。クシュッ。クシュッ。クシュッ、クシュッ、クシュッ、クシュッ。かわいいね。あー、ゴロンってなるな。よしよし。ゴロンってなってますね、今は。あの、足元にいます。はい。そう。それでさ、アレルギー検査をね、しに行ったの。昨日ね、秋ぐらいかな、秋ぐらいに、なんだろう、なんかそんなに気にしてなかったけど、今まで。なんかちょっと、もう、ちょっと鼻水出る女だったの。なんか花粉症みたいな、ぐらいで思ってたりしてたんだけど、めちゃめちゃね、アレルギー検査したらさ、杉とヒノキ花粉だった。気づかぬ間に私は花粉症になっている。そう、今まで感じたことがないことが起きてて。いや、でもさ、ヒナ、風邪ひいたなと思ったんです、その時は。風邪ひいたな
ってその時思ってたの、ずっと。しかも長い風邪をひいてると思ってたのけど、たまーにあったのよ、長い風邪ひくことが。長い風邪ひいてんのかなってずっと思ったらさ、杉とヒノキだった。めちゃめちゃ面白い。そう、まあでもそんなことが終わり、クッシャンが来たのがですね、春なんですよ。そう、冬はね特に何もねアレルギーを感じてなかったんですけれども、クッシャンが来たのが冬なんですよ。冬じゃない、春なんですよ。春なんですよ。春になってからさ、また杉とかヒノキもねちょっといる感じの季節になり、クッシャンが来てさ、すごいくしゃみ出るようになってきた。なんかもうクシュンクシュンみたいな。クッシュちゃんだけに、そう、もう笑えないんだけど、本当に笑えないんだけど、ヒナウサギアレルギーなのかもしれない。ヒナってウサギアレルギーなのかもしれない、もしかしたら。どうしよう、ウサギアレルギーなのかもしれないって思ったの。もう本当に毎日悩まされてた。毎日本当にくしゃみ止まらんみたいな感じで、ウサギアレルギーなんかも。でもクッシャンと一緒にいたいから、別にずっと一緒にいたんだけど、すごいくしゃみ出るから、クッシャン気が回ってる今。クッシャン、じゃあ何してるの、あなた。クッシャンはなんか空気清浄機と戦ってる。めちゃめちゃ噛んだ。戦ってますね。そう配信でもね、そう配信でもめちゃめちゃくしゃみするようになったと思うんだけど、いや本当に悲しいと思って、もしくしゃみアレルギーじゃない、うさぎアレルギーだったらさ、もうさ、一生もう一生悲しんじゃうわと思うぐらいのやつだったの。本当に悲しい、本当に一緒にいたいからさ、くしゃんと。そうで、今日さドキドキしながらね行ったの。でもその前にさ一回ね、レッスン場でレッスンしてた時に、ジンマシンが出たのよ。なんかめちゃめちゃなんか痒くて、そう、あ、もう痒くなるレベルのあれだったら、ウサギアレルギーだったらやばいなと思ってたの。まあ、その後はね痒くなったりしなかったけど、まあくしゃみは出るって感じで、そう、ジンマシンみたいな、なんかだからちょっとぷくって腫れるぐらいのなんかやつだったんだけど、そう、どうしようと本当に思ってたのよ、ひなは。それで、ね、私またひな、うさぎアレルギー検査の結果、ディディンディンディディン、判定値 0.49 でウサギアレルギーではありませんでした。ウサギじゃなかったの、嬉しい。ウサギじゃなかったの。クラス1だからね、アレルギーにはまあまあ入らないレベルのやつなんですよ。うわーい、やー、これからもクッシャンと戯れまくりたいと思います。はい、そう、じゃあ何が原因なのか、はい、こちらのですね、私のやつ、大泡帰りとカモガヤっていうのがアレルギーに出たんですけど、これウサギの餌です。餌がですねとってもアレルギーみたいで、こちらはですね 8.84 と8.30 なんですよ。ウサギが 0.49 だったとすると 8.84 と 8.30 なので、かなりアレルギーなんですよ私。クッシャンの餌がダメだったみたいで、そう、もうね、チモシーのアレルギーだね。つまり緑の草のね、チモシーのアレルギーなんですよ。そう、チモシーがダメだった。
そう、1からアレルギーなの、いや1番ね、違う、2からアレルギーだね、大体2からアレルギー、クラス2からアレルギーなんだけど、そう、まあ、一番いいのは0なんだけど、そう、だからさ、もうチモシーあげる担当は完全にママになってしまった。なんか今までもさ、なんかさ、ちょっとチモシーをやるたびになんかちょっと手がかゆい気もするし、なんかくしゃみが出る気もするんや、やけんもうなんかママにね割と任せてたんだけど、なんかチモシーアレルギーかもしれんわみたいな話をしてて、そう、あとブタクサもアレルギーちょっとだけ、クラス2だけど、完全にねアレルギーなのはもうチモシーの餌だったの。そう、グシアレルギー、ウサギアレルギーではないから、まあまだそう引っかかれたりしても大丈夫だから、抱っことかもね今まで通りできるんだけれどもさ、悲しいやと思って、うん、でもウサギアレルギーじゃなくてよかったと思って、うん、いやいや私の 0.00 だと思う、まあ、みんなアレルギーの負けないの、ひなちゃんアレルギーの負けないの、そう、めちゃめちゃ花粉症なんだなと思ってひな、面白い、次、ヒノキ、ヤキヒョウのヒダニ、ダニか、ダニもちょっとだけアレルギー似てる、オオアワガイ、カモガヤガ、楽しいです、これは完全にアレルギー、8.84 とかだもんこれだけ異常に、いや違うんや、もう一個できたね、衝撃的なのがあったの、もうね今の大川帰りが 8.84 だとすると1個すごいアレルギーなのがあって 17.59 のアレルギーが出てるやつがいるの、そうすごい戦いんだけど 17.59 がいるの、私の中にアレルギーが、ちょっとみんななんだと思う、これかなりねもうショックすぎてひな、ちょっとどうしようこれからって思うぐらいショックなのがあって、もう本当に驚異的、もうぶち切りのあなたが1位ですってぐらいアレルギーなのが 17.59 あるのが1個あるんですよ、もう本当に笑い事じゃないの、もう本当にやばいの、あのね、いや今までも感じてたけど、なんかもうちゃんとひながしてたから割と無視できてたんだけど、ちょっと1個やばいのがあってさ、17.59 ってすごいな、めちゃめちゃアレルギーじゃんと思うんだけどさ、すごいさ、ひながさジンマシン出たって言ったじゃん、レッスン上でジンマシン出たって言ったじゃん、あの時ひな確かに汗かきまくってたの、汗アレルギーだったの、え初めて知ったのひな、これめちゃめちゃびっくり汗アレルギーでさ、そう、え普通にやばいのひな、汗だよ、汗がアレルギーだったのひな、そう、えそうなの、汗かけないじゃん汗かけないじゃんと思って、生きていけないのか、夏苦手だからさ一生外出てなくてさ過ごしてたけどさ、それ正解だったんだなってめちゃめちゃ思ってる、だから今いや本当に外出ないの夏になったらそう汗かくのが苦手だと、もともと普通にあの汗アレルギーっていうの知らずに、なんか汗かいたらすごいベタベタするし、なんかこうなんかむずなんかこうなんかベタベタが嫌でベタベタが嫌だったかな、もう全くもって外とか出てなかったけど、えそうセアレルギーだったんだと思って、そう
自然と避けてきてたけれども、いや本当にそう。あ、クシャの毛が鼻についてる絶対。そう。え、ピュとかやばいかな出たら。今。そう。多分前まではねこんなにね多分重症じゃなかったんだけど、そう最近のレッスンでさ、クシちゃんが足元に来た。そう事務室一回いるときにさ。どうしよう本当に。ちょっと待って、本当にびっくりしすぎて今日めちゃめちゃショックなんだよね。フェスとか出てたけど、その時さ、なんかよく頭とか痒くなるニノ、多分汗アレルギーだからと思うんだけど、頭とか痒くなったり、この辺、この辺とか痒くなって、この辺とか痒くなる感じはあったんよ。そう、なんか全体的にあのあんまり隙間がない、なんていうの、隙間がないっていうか、なんかこう溜まりやすいところだ、溜まりやすいところとか、よく汗をかくところがさ、めちゃめちゃさ、そう痒いなぐらいだったんだよ。まあ汗かけたしなぐらいの大丈夫だった。だけど本当にすぐ拭いたからね、ちゃんと、もうみたいな、もう汗がやだ、もうやだ、もうやだみたいな。そう、頭とかもシャンプーしないといけないからさ、まあしょうがないと思ってたけど、ずっと、うん、すぐ拭いてたんだけど、汗かいたら、いやよかった、合ってたんだな今までの生活は。そう、どうしよう、でも、うん、先生なんて言ってたの、珍しいって言われた、汗がアレルギーって珍しいらしい、珍しいですねって言われて、そうでも確かになって、そう思っておる。そうやけ、めちゃめちゃこまめに拭いたり、なんて汗拭きシートみたいなやつやったらいいのかなって思っている。踊れないじゃんね。え、そうなの、やっぱ職業的に汗アレルギーなのやばいんだけど。アレルギー野外ライブとかさやってないんだけど、全然最近はね、なんかだんだんなったのかな、あんまり今まで外に出ずに引きこもりして、ちょっとね、あの友達と遊ぶとかなく、結構引きこもりなね、あの性格、インドア派の性格だったので、よかった、ひなこの人生のなんかアイドルになって4年半ぐらいで汗が無理なことに初めて気づいたわ。急にアイドルになって汗かくようになったからかな、なんかダメみたいだ、うん、ライブ中だけでも抑えられるように薬とかもらえないかな、どうなんだろう、汗アレルギーの薬とか効かないな、ないのかな。そう、アイドルになって汗をかくようになんか健康的、今まで本当に動かずね生きてきた、本当にお外嫌いだったからそうなの、やんだな、でも楽しになります、ありがとう、元気を出してくれてひなり、そう、まあいいや、後でママに聞こう、薬ってあるんかなって、ママは
お薬もちょっと詳しいね。なんだろう、お仕事関係をしていて、なんか検定を持っていらっしゃるのでママに聞こう。そうなの。小学生の時とかどうだったの、運動会とか。ああ。運動会もね、確かに運動会もすっごい苦手な方だったからね。まあでも普通にやってはしたけどね。皆さん、エビアレルギーになったの最近なんだよね。絶対杉とかヒノキアレルギーになったのも最近で、なんか多分なんか年を取るにつれてアレルギーになアレルギー体質になってるのかもしれません。なんでなんだろう、最近なんかそう、エビアレルギーもね調べてもらったの、今回全部全部ね、できるやつ全部調べてもらってね、ヨモギ1、アルテルリア0、アスベルキルス1、カンジタ3、カンジタってなんだろう、ちょっとカンジタわからんのやけど、カンジタもアレルギーで、マラセチアっていうやつが汗なんだけど、これが5で、もう一番もうぶち切りのなんかアレルギーみたいなので、あと猫ゼロ、犬ゼロ、これ嬉しい。猫とか犬も大好きでね、将来飼おうと思っているからね。猫もゼロで犬もゼロで幸せ。ゴキブリ2 これ見てちょっと笑った。ゴキブリってアレルギーあるなと思って、しかもゴキブリヒノ嫌いだからさ、嫌いなの合ってたんだと思って。フィシュタン、フィシュタンずっとそこにゴロンしてるに、足元に。そう、ほんでもってさ、ガガさんなの。そう、ガガさんだったの。ガッと思って。まあ、ガなんてね、なかなかね、いないからね、大丈夫だけれども。そう、食べ物はですね、ミルク1、卵白0、オボムコイド0、米1、小麦2。小麦2なのがちょっと悲しいの。ひなさん、ご飯よりパン派の、日本人でない感じだからさ、そう、めちゃめちゃ悲しくて、小麦2にななんか小麦2なんだと思って。小麦はさ、ラーメンとかにも使ってあるしさ、すごい好きだから、ちょっともうこれ小麦が4とか3になった場合、私はもう悲しくて死んじゃう小麦やだと思ってる。そう、でもまあ 0.55 ですから、まだ全然いける。そしてそば1、大豆1、ピーナッツ1、リンゴ1、キウイ2。そう、キウイもねちょっとアレルギーだと思う。キウイ 0.71。 キウイもねなんかあんま良くないって言われた、食べるの。バナナ1、ごま1、牛肉0、豚肉0、鶏肉0、幸せそう、幸せな気持ちになる。そして大事な、私の大好きなエビが2でした。2でした。でもキウイよりはアレルギーじゃなかったキウイよりはアレルギーじゃない、 0.60 です。よかった。いや、よくないんだけど、2だから悲しい。エビ大好きなのに、エビね本当にねいっぱい食べたんよ、これまでの人生で。お寿司屋に行けば必ず甘エビ生エビを食べる人みたいな、どっちも食べるみたいなぐらい結構食べてたのよ、エビが好きで。なんか刺身とかのエビも好きで食べてたら、アレル
なった。数値があるのアレルギー読み君、そうなの？なんてこったい。やだな。そしてですね、カニはゼロだったんですよ。カニヒナ 0.27 未満なの。しかもだからね、全くもってアレルギーじゃないのカニ、えと思ってヒナさ勘違いしてた、えカニ食べれるわとめちゃめちゃ嬉しいのこれ。ヒナさ、なんか北海道に行った時にさ、カニを食べてさアレルギーが出た気がしたんだよ。あれ嘘だったのかな、エビかな、エビ食べたんかなその時。なんでと思って0.27 未満なわけないのに、 0.27 未満の、まあ、0.27 未満はもう本当にアレルギーの反応しないレベル。もう行く、北海道にそうおいでって言われた、行く、カニ食べに行くね。ちょっとビビってた、ごめんカニと思って。そう、ちょっとまた明日から私はカニを食べる人生を始めたいと思う。そう、え、すごい嬉しいの。うん、食べ過ぎが良くないじゃない。確かにそうかも、気をつけるでもあの今まであのすごい悲しい思いをしてきた私の心がちょっと晴れた、幸せ。うん、そう、え、本当にエビダメになって、あ、カニもダメな気がするみたいな、甲殻類がちょっとダメな気がすると思ってたんだけど大丈夫だった、カニ。そしてサバゼロ、鮭ゼロ、嬉しいね、サーモンも大好きだから0.27 未満で嬉しい。そうです、ということで私はですね、本当に初めてアレルギー検査をしたんですけれども、そう、一番嬉しかったのはカニです。そう、そして一番悲しかったのは汗アレルギーです。はい、もう私はこれからどうして生きていけばいいのでしょうか、悩むな本当に、どうしようか。そう、あ、でも一番嬉しかったのはやっぱりクシちゃんアレルギーじゃなかったことか、ウサギアレルギーじゃなかったことが一番嬉しいな。そう、でもウサギもクラス1ではあるので、そう、あんまり気とか吸い込まないようにしたいなと思うね。うん、なんかなんかカシャカシャ言ってません、君なんかしましたか、クシちゃんさっきからずっと空気清浄機でなんかね企んでるんですよ、悪いことをきっと、なんか企んどるんよ。うん、こんばんは、どうしたらいいんだろう。ひなさ、職業柄さ、本当にさ汗をかく仕事だしさ、どうしたらいいんだろう汗アレルギー。ちょっと汗アレルギーに関してすごいいっぱい調べようかなって思います私もうすごいもん。おー、どうしたどうした、ぴょんぴょん跳ねてすごいですね。うん、すごいね、ぴょんぴょん跳ねるの。なんかしたの、もしかして。ちょっと様子見に行ってもいい？なんか嬉しそうなの、怪しいな。なんかしたでしょ、なんか。ん？何もしてないじゃん。何もしてないじゃん。こっちおいでよ。おお。こっちおいで。こっちなら映ってるか。映ってる、フシちゃんのこと。映ってる、みんな。フシちゃんが足元をくるくる回っている様子です。クシアレルギーじゃなかったね、クシちゃん、嬉しいね。おお、ついてくるついてくる、ここ来たな上がんないの、映ってた、
お膝登る？いいのかーい。消えていく。お山こつんつんしないで。よいしょ。あ、いたんくしじゃん。よかった、映っててちゃんと。かわいいでしょ。そう。あー、なんか、あ、ティオさん、クマありがとう。クマ、やめてない気がする。なんかギフトが消えたんだけれども。あ、すごい、なんかこうなるんだ。よいしょ。かわいいですけど、そっちはひなちゃんのが心配。ありがとう、心配してくれて。ちょっとひなもいろいろ調べてみようと思う。ひなだってアットジャムとかあるし。ちょっとなー、だなぁ、汗アレルギーやだな。この速さ投げる、ぶっちゃけラブ。うわ、普通にバレたね、残念ながら。こんばんは、久々に見てます、ありがとう。みんな心配してるけど、俺が一番心配してんね。ほんとなんか自分の心に言い聞かせても、ほんとなんかそれは。なんかもうどうしたらいいんだろうね。足のアレルギー出たぞ。ジモシン起きるのかな。ひなが起きたのジモシンぐらいしかまだ経験してないんだろうな。難しいことがいっぱい書かれてるわ。もう一個あった。マグロゼロ、その他ラテックスゼロ。なんだその他ラテックスって。なんかいっぱい変わってるな。ああ、項目分けしたバージョン。とりあえずカニパーティーしましょう。カニパーティーはする。これからはカニも食べれる世界。幸せ。安心する。本当だよ。
今日の服好き好き。そうだよ、好き好き。今日は まあでも意外とね、布面積は広いよ。ここまである見えてない。あ、そう、あ、もらったの、かわいい。あ、ちなみにこれももらったの、かわいい。あ、髪の毛が折り込まれている。みんなにもらった愛を身につける、寺田ひな。おしゃれおしゃれ。ラテックスってゴム製品みたいよ。そうなんだ、ゴム製品のラテックスって言うんだね。初めて知ったよ。さ、ピンクマン、そう、ピンクマン、ピンクで合わせてみたマン。でも自分の体のことを知れてよかったわ今日は。まあそんな時もあるよな。クシちゃんどこ行ったんだろう。待って、みんなクシちゃんが消えたよ。みんな、あ、いた、足元にいたわ。ピンクでした。ありがとう。ユタのお尻が見えるよ、ユタ。うん、うん、アレルギー検査してみようかな。みんなしてみて。なんか結構いろいろ反応が出たらしい。私はお医者さんが言うよりは結構いろいろ出た、出ましたねって言われた嬉しくない嬉しくない報告が一番最初に聞いてしまった。岩田さんですよね待ってますよねみたいな。結構いろいろみたいな言われて、出ましたねちょっとなんか、そう、ちょっとウキウキな感じで言われて、ちょっとなんか、うん、先生に先生不安です、私、先生に。うん、そう、怖いよ。うん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 。そう。まあでも、確かにヒューが先生だったらね、もしかしてそう思っちゃうかもしれない。この人いっぱい出てるなぁって思うかもしれない。うん、え、あ、これは別になんか違うのか。これもしかしてあれかと思った。肝臓の検査とかもされてんのかと思った。よくわからん、難しい言葉がいっぱいあるな。検査痛かった、痛かった、血取られるの。でもね、ちょうど日なんかさ、あのなんか僕恋公演の時に一回すごいめまいがする時があって、なんか脱水症状かなみたいなのが起きた時があって、その前に確かなんか風邪ひいてたね、ひなが。お腹の風邪みたいなひいててそう、なんかお腹風邪みたいなのひいてて、
なんかねいっぱいね2回ほどね注射を打ってたのよ。点滴と注射とみたいな打ってたから、そうなんかもうどうぞみたいな気持ちで打った。もう痛いの知ってますよみたいな、でもやりますけどみたいな気持ちでね打った。そう。あ、おなかまかさんもっと前か、もっと前か、なんか一番最近の気持ちだった、最近の気持ちだった。そう、なんかでもなんか結構なんか注射した後だったね。なぜか、何の注射したんだろう。そうだからもうどうぞっていう気持ちでしたからね。あ、コロナ検査でやったのかも、指パッチの。そう、もう痛いの分かってますけどみたいな、注射痛いの分かってますけどどうぞみたいな気持ちでやったからね、まだいけた、なんか心に余裕があった。痛かった、でも腕がジンジンしてた、ジン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 してたよ。昨日人間ドックでしたかな。人間ドック怖いよね絶対。怖いわひな。意見ぐらい怖い多分。コロナワクチンひな1回目をねもうちょっとしたら打ちますよ。1回目を打つんだよ。緊張する、絶対痛いじゃん、絶対痛いじゃん、本当に怖い。ひな熱が出たらさ普通にさ42度ぐらい出る人だからさ、もうどうする、もしかしたら43度ぐらいです大丈夫かな。怖いよ。ひだなんかめちゃくちゃ熱高くなる人なんだよな。そう、脳溶けるってよく言われる。そう、でも42度だからギリギリ溶けないらしい。あ、なんか配信画面が重い気がする。気のせいか。ね、1回目より2回目、そうなの、2回目も来月打つ、1回2回と気が重いよ。ひなちゃんは注射が嫌いなんだよ。そう、不安だよ、すごく熱が出るタイプだから不安だよ。うん、私はサンズの顔を2回ぐらい見たことがある、風邪をひいてそう、1回目も、もう1回目はね小学生の頃にねインフルエンザになってね、もう高熱すぎてまた 42.5 とかだったね、なんか 42.3 とか 42.5 みたいな時があって、もう本当に死ぬかと思って、私水を飲まなきゃと思ってそう、ひなの部屋2階だったんだけど、山口にいた頃ね2階だったんだけど1階まで降りないと思ってそう、すっごいもうね倒れそうにな、あのね視界がグワングワンするっていうのはもうその時初めて経験ましたね。そう、グワングワンしながら歩いてた、階段を這いつくばりながら
あのもうゾンビ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 になったかのようにあのちょっとすごい息荒いのなんかもう息荒すぎて死ぬんじゃないか自分がって思うぐらい息が荒いの自分のもうすごい歪んでるし息も荒いしもうやばいやばいみたいな時があって小学生の時にもう本当にねゾンビ体験本当にゾンビ体験で、ね、もうようやく1階に到着し水を飲みふーってなってもうフラッフラになりながらまた上がってもうゾンビのようにねこんな感じでなんかもう這いつくばって上がってベッドに戻ってそしてその時に見た夢が三途の川だった三途の川だったの本当になんかね川が流れてたっていうかなんか、うん、川が流れる情景だった本当にそう起きて気づいたのあ少しであれは三途の川だったのかって私は気づいたのあの時向こう側に誰かいたら誰もいない向こう側はちょっとなんか原っぱだったんだけど原っぱで川があって原っぱみたいな感じで原っぱだけどなんか白い霧がかかってるみたいな感じだったのでも最後ねなんかね黒い霧になってね目覚めた思い出はあるそう多分幻覚なんだろうけどね自分的な状況がそれで2回目はお腹の風邪をひいた時あの時はねすごい寒気するじゃんなんか高熱出る時ってすっごい寒気がしてもうガチ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 歯がガチ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 なんでね本当に歯がこんなになってた歯がきっとガチ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 なってて夏なのにガチガチなっちゃってもうああもうダメだと思ってうん熱を測ったらどんどん上がっていく、うん、なんかもう 41.8 だったのかなその時は多分 41.8 度ぐらいであもう本当にもうずっと歯がガチガチしててあもう絶対熱が上がったっていうのが感覚的に分かったのよ あもうこれ多分42度いったっていう感覚があったの日の中でその時怖くて寝れなかったのなんか今寝たら一生眠りついてしまうっていう怖さがあるぐらいガチ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 ほんとガチガチなるし体もブル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 なるって感じだったからあもうこのまま今寝たら私は起きれないと思って多分4時ぐらいまで起きてたんよ4時5時ぐらいまで多分起きててで、まあ寝ちゃったんだけどいつの間にかずっと目を開けてたんだけどいつの間にか寝ちゃっててそしたらね三途の川が見えたもうねあの時見た状況と全く同じだったうんデジャブデジャブそうなんか本当にあの川の向こうに渡ったら何があるうわぁクシちゃんがびっくりしたごめんクシちゃんごめんクシごめんごめんクシはびっくりだよなごめんクシちゃん大丈夫急に足ツンツンされたびっくりしたクシちゃん急に足ツンツンされた夢中に話してたわ今急に足ツンツンされたからびっくりしたクシちゃんがなんかプリってされてるごめんこれじゃよし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 いいかいいかだねうんいいかいいかちょっと心配になっちゃったかなうんそうかもしれないはいゴロンってなったわまたそうずっとゴロンってなっとったけさ急にあれツンツンってされて大丈夫って多分聞かれたんだともう本当に急に起き上がってね足ツンツンしてきたびっくりびっくり本当に
またゴロになり、なってますね、彼女。あれだった。お尻いいね、ふわふわですね。そう。そんなもよ。そう、クッちゃんの面白いとこ、イナちゃんの面白いとこ似てきた。確かに。そう、クッちゃんも三蔵の川に来そうになったって話をしてたら心配になったのかもしれない。すごい、クッちゃんの毛がまとわりついてくる。そうなの。でもその次はあの川に渡ったら何があるんだろうと思って、でも水に濡れるの嫌だしなと思ってと思ったら起きた、目が覚めた。短い夢だった。うん、よかった、渡らんくて。あそこでひな渡ってたらどうなってたんだろう。面白いでしょ、ひなの三つの顔に渡りそうになるエピソード。そう、うん、誰もいないの。でもなんか誰か向こうでいるとか言うじゃん、誰もいない。普通は向こう側に吸い込まれそうになるらしい。そうなんだ。ひななんかそれを見て、うわ、クシちゃんがやってきたよ。みんな出たな。うん、かわってほしいな。かわいいね、めっちゃかわいいね。みんながさ、クシちゃんがここに上がってきたら、あのスクショを撮ってくれてさ、ツイッターにアップしてくれるから、すごいエゴサした好きに癒される。可愛いですね、クシちゃん。岩田ひなのショールーム配信で今一番可愛い瞬間ですよ、皆さん。これが可愛いですね。うん、ガジガジしないでくださいね。それなちゃんの大事なクッションケースなんです、これね。お花かわいいでしょ。ひな、かわいいね。クッションアレルギーじゃなかったんだよ、ひな。これからもいっぱい抱っことかよしよしするね。かわいいね。うん、ほっぴほっぴほっぴ。いいね、ずっと乗ってらっしゃる。なんか普段ね全然乗らなくなったんだけどね、ショールーム配信してる時だけ乗ってくるようになった。多分構ってほしいんだろう。クマちゃんとね、クマちゃんと同じ声だね。危ないよそっち。あ、ここ穴開いてるからね。そう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 、そっちで遊んで。ゴミだ。やっぱりイカだね。これ毛づくろんしてしたくなる。もしかしてさっきからペロペロしてますけど、毛づくろんしたくなるの。ペイちゃんと言ってるもんね、これね。グーちゃんの毛よりもゴワゴワだけど、お、降りてった。よいしょ。鏡鏡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 。なんか鼻に毛がついて。どうした？ツンツンしてきて。ペペペ。すごい毛がくっつくわ。ああ、どうした？ガジガジして。これ噛んじゃダメでしょ。これこれ。よいしょ。
よいしょ。あらあら、これ噛んじゃダメでしょ。クシャン、ダメよ。クシャン、ダメよ。クシャン。またやろうと思ってるからそこにいるんですよ、まだ。分かってるよ。クシャン。クシャンダメでしょ。噛んじゃ。見てるからね。クシャンがそこ離れるまで見てるからね、イナちゃん。そう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 。えらいえらい。噛んじゃダメだよ。よいしょ。なんだ。ツンツンしてきてなんだ。どうしたんだ。なんだ。なに。どうした。どうしたどうした。かわいいやん。素敵、ピカ素敵、かわいい。はい。鼻かゆ。鼻かゆ。ああ、クッション出した出した。うん、かわいいねー。なんかかわいいか。ツンツン素敵。なに。鼻ツンツン、鼻ツンツン。てころな。クイズ団は噛んじゃダメよ。噛んじゃダメ。噛んじゃダメよ。ああ、鼻に、鼻に気がついちゃう。またおい、鼻に気がつく、鼻に気がつく。ブシュゲが飛び回って、ん？何かと戦ってるわ。よいしょ。そう、お部屋のさ、お家の木ね、木の部分をね、ガジガジするの。クシャさん、クシャダメだよってやってるの。鼻が。木だわりめちゃめちゃいいよ、クシャね。これよりもね、全然いいから。おお、おお、また空気清浄機と戦い始めた、あの子。あの子、最近空気清浄機と戦うわね。鼻で、パパ。あなた、あなた空気清浄機と戦わないの、あなた。コンパクだよ、戦うの。鼻に気がつくんですが、ちょっと待ってください。なんかすごい、すごい、いいじゃない、結果すごい吸収されてるきっと、もはや。こっち見てきて、何やってんの。クシュタ、何やってんの。やめて、マラソしないでほしい。得意げな顔してらっしゃる。そのクッションはですね、今日ね、病院に行ってきたんですよ。健康診断をね、しにね、病院に行ったんですよ。じゃあなんか最近よく、なんか耳をなんかブルブル動いてる
感じするのにハマってるのか分からんけど、なんかするけん、なんか可愛いけど、なんか耳とかになんかこうね、あのたくさんゴミとかが溜まっちゃってたらどうしようとか思って、でそう行ったの病院に。そしたらさ、あの何も異常なかったね。うん、でそう定期健康診断行ったんだけど、そういうの聞きに、なんかピちゃんがずっと悪させてるからさ、行ってもいい？ごめんピちゃん、ピちゃんごめんごめん、あのね、あそういうの噛まないでって言ってるよねいつも。うん、なんでダメなんだこれは。いた、おち、おち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 持ち帰るよ。そうそうそう、おち、おち行かないの？ん？おち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 、そう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 、偉いね。はい、後で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 、ちょっと、うん、嘘、クリスちゃんはねとっても元気だ。いい体してますねってクリスちゃん言われてました。うちの子いい体してるんですよ。正確に言ったらいい体格なんですけど、いい体格してますねって言われて、うちの子いい体格なんですよ、ナイスバディなんですよ。これちょっともうその何の日の中で、そう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 、そう褒められてるよ。やっぱりさ、あのあんまりねぽっちゃりしててもあれだし、あんまりねあの安すぎるのもあれだし、あのちょうどいいお尻もプリケツだし足もしっかりしてるし、そう手はもうちっちゃいけど手こんだけだけど、足がこんぐらいだとすると手こんだけしかないけど、うん、まあそこも含めて全部ねいい体格してるんですよ、うちの子。そう、わかるみたい。うん、サードの、かわいいよね。褒められちゃった病院の先生、褒められちゃった。脱いだらすごいんでしそうだよ。クシちゃんは今毛皮でモコモコでさ、ちょっとぽっちゃりって思うじゃん、みんな。そんなことない、ちゃんと引き締まってるとか、引き締まってるんです、うちの子。結構くびれとかあるんです、うちの子。うん、ぽよんぽよんってわけではない。うん、いい感じなんです。でもさ、なんか初め1キロぐらいだと多分ね、初めて病院に行った時チクヨくらいだったんだけど、今さ 1.47 キロになってて、すごい、もうすぐ 1.5 キロじゃんっていうぐらいね、すごいね体重がね増えましたね。クシちゃんいい感じに成長してくれました。それずっとね鼻に毛がいってね気になってるんですけど、はい、気にしないでください。何ヶ月だ、6ヶ月だね。うん、
もう大きくならないの。うん、そう、だいぶあのだいぶあのでかくなった、身長も体重もって感じで。そう、来た時ばっかり、もう来た時ばっかり、まだ3ヶ月ぐらいだったんクッションね。ほんとかわいい、うん、キューティー。初めて病院行ったのも3ヶ月ぐらいだった。あ、違うか、来た時ばっかり2ヶ月ね。初めて病院行ったのは3ヶ月ぐらいだったんだけど、もうだいぶ大きくなったね、うちの子。うん、6ヶ月。うん、さあ、6ヶ月って分かる、うちの子は5歳だよ。そうなの、あら、うさぎ飼ってるの見たい。もううさぎ大好き、かわいいよね。これからも一緒に、1歳のクッションも、2歳のクッションも、3歳のクッションも、4歳のクッションも、ずっとずっとね見ていきたいな。そう、生野菜とかあげてるの、生野菜ね、あんまり良くないんだって。うん、おやつ程度にあげるんです、生野菜。そう、果物とかもあんまり良くないからあげません。うちの子真っ黒のロップ嫌だよ。クッションと悲しい。クッションの話してたら、そう、真っ黒のロップ嫌、ちゃんと一緒に並べて写真撮りたいって話したら、あの、落ちた、充電がないって言われて落ちた。生野菜よくないのか、昔の学校の飼育植えって何だったんだろうな。そうなんだよ。でもね、あの飼育植えにいるウサちゃんはほとんどね、あの、なんていうんだ、こう、なん、野生野生だからいいんだよ。うん、クッションはもう生まれた時からずっと室内でね、ぬくぬく育っておりますから、うちの子、お外わかんない子ですからですね。そう、なのでですね、しっかりとしたね、チモシーを食べていただいてって感じなんですけど。そう、暑いところも入れないし、クッションはかわいいでしょ、箱入りウサギなの。そう、かわいいでしょ、暑いとダメな、だからずっとクーラーつけてあげてますよ。うん、あ、明日も早くそうそう寝るねって、今時間見たら朝もう24分になってたから、そうそうですね、ランキングを読んでいきたいなと思います。13位、ひなちゃんに膝枕されたいガチ恋さん面白いな、膝枕してあげようかそう、高いよ高いよ高いよ花火大会だから今日。12位、トノさん、お腹すいた、お腹すいたな、おめでとう、トノさんとことが好きな、そう、だからショールーム用コメントの方だった。11位、はなちゃん、あと大好きな、そう、ハートハートハート、今も大好きな、そう、ハートハートハート。10位、ケイタさん、はなちゃんしか勝たんよ、ありがとう、これからも勝たん、肩しかひな9位、ケンイチさん、命同じにアレルギーになりますように、ありがとう、ひなもラブだよ、ラブラブラブなそ。6位、もちもちもちさん、全国鉄道ぶらり旅、あ、
間違えました。もちもちもちさんのことが好きだぞ。おめでとう。目ん玉に目ん玉に毛が入る予感はしただけだった。びっくりした。5位の衣装さん、これからも近くでスクシチューの成長見れるようでよきよき。本当にそう、ずっと見続けるから。そして4位ソウルメイトさん、ソウルメイトさんのことが好きだぞ。おめでとう。3位リオさん、今日もクッションに癒されました。でしょ、ここに乗ってくるの可愛いよね、クッション。あれね、ショールームの時しかね、大体せんのんよ。可愛いでしょ、かまちょで。そして2位おばちゃん、今日も大好き、ありがとう。なも、今日も大好きだよ、ハート、ありがとう。そして1位がドゥルル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 そう、ウサギアレルギーじゃなくてよかった、本当にそれな、すごい嬉しいもん。うん、本当によかったよね。それでは皆さん、今日もスペシャルギフトコメントたくさんありがとうございました。読めなかった皆さんごめんなさい。でも次の配信ではね、読まれるかもしれませんので、まだフォローしてないよって方はですね、ぜひぜひここのハートをフォロー、ハートのボタンを押してフォローして、次の配信もまた会いに来てください。そしてですね、 Twitter と Instagram は毎日投稿しておりますので、ぜひぜひそちらの方もフォローして、コメントとかあのいいねとかね押したりして、いっぱいひなちゃんにアピールをしてください。そう、アピール待ってます、みんなからの。はい、そう、そしてですね、 TikTok も最近始めましたので、ぜひぜひそちらの方もフォローよろしくお願いいたします。明日頑張って投稿しようかなと思ってるよ。うん、そしてそしてもう終わりか。うん、そうそう、今日ねエッセンシャルさんのキメハートをね、こうやってこうやって紙にこうハートがね浮かび上がってたと思うんですけれども、キメハートチャレンジみたいなのをしたので、それをねツイートしたのと、エッセンシャルとりとした目のクッションが見えるので、さっきも映ってたんだけど、くじちゃん見てくださいませ。そう、あと TikTok ね、結構みんな拡散リンクコピーしてくれたみたいで、そう、結構一番見てくれてるかもしれない、今までで。うん、嬉しい、いっぱい見てね、広めてください。それでは皆さん、今日も一日おつぴよでした。バイ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 、赤ちゃんみたいになっちゃった最後。バイバーイ、おやすみなさい、いい夢を見てね、おやすみ、バイバーイ、またねー。